第4期規制戦以後の第4期規制戦は1979年に開始され1980年1月から第3期規制で3連覇中の藤沢秀幸と挑戦者林美保球団による挑戦手合7番勝負が行われ藤沢が4勝1敗で規制位を防衛し4連覇を果たした各団戦の初段戦ではアメリカ出身騎士 J. カーウィンが優勝 前段総破戦では、5段戦優勝の小林里氏が、パラマス戦3人抜きするが、石井国夫に敗れて、最高騎士決定戦進出はならなかった。前段総破戦決勝は、9段戦3位の橋本、庄二が9段戦優勝の林美穂を破って、優勝した。大竹秀夫名人、加藤健成、本因坊、石田義雄、王座と、坂田坂夫、前段総破戦。 ベスト4の林美穂、橋本正治、石井邦夫、佐藤正春の計8名が出場。決勝3番勝負は林と橋本で行われ、林が2から1で制し、挑戦者となった。藤沢秀行に林美穂が挑戦する7番勝負は、1980年1月に開始された。50代で規制位を3連覇していた藤沢はこの頃には怪物と呼ばれていた。 1> 第1局は1月16から17日に札幌で行われた。握って藤沢の先番となり、序盤未たかばさみからの大社定石で黒の軽妙な、攻守が出て、優勢となるが、終盤にポカが出て、逆転となるが、白にもみ、孫子が出て、黒中押しがち。京都での第2局は、千番輪が序盤から優勢に進めたが、白が終盤に、 ビサで逆転して反目勝ち。この第2局1日目の朝に、藤沢は腰痛に襲われ、医者に応急手当てを受けて、痛みをこらえながらの対局となり、藤沢のぎっくり腰が林の二枚腰を破ったとも言われた。鹿児島での第3局は、千番藤沢が序盤から優勢に進めたが、中盤で敗着が出て、白中押し勝ちし林が一勝を返した。金沢市での 第4局は、千番輪が校長に打ち進めていたが、左上隅に打ち込んだ石のしのぎで間違え、大石が頓死し、千番藤沢が中央死ちして3勝1敗とした。名古屋市での第5局は、千番藤沢が序盤から主導権を握り、中盤の中央での競り合いでの教主で左辺の白地を破って優勢となり、黒4目半勝ちし、規制くらい4連覇を果たした。 藤沢は、曲後、タイトルを三つも四つも持っているごうちと違って、お前は規制を滑り落ちたらただの球団、のたれ字にするほかないんだぞと言い聞かせて、戦ってきたんだよと感想を述べた。挑戦手合七番勝負第五局一から五十四手、藤沢三勝1敗で迎えた第五局、白2、黒三の剣閣目から、黒五の係に、白の林は白六の二剣高かかりと、 意欲的な手法で答えた。当時は珍しい手だったが、その後この形ではよく使われるようになる。右辺黒41、43が鋭いえぐりで、曲後藤沢は私でなければ打てないと思うよと語った会心の運び。この形もその後には定型として打たれるようになっている。黒はここで地を稼ぎ、左辺の白地には上から効かした後に、 黒 A から白への攻めと中央の模様化を進めて優位に立った。第一局1から53手左への三股かばさみからの退社は当時はまだ決定版がない形で特に白16の下がり18の霧から23と覗く形が打たれ始めていた手だった。そこで黒31が軽妙な手で黒53と上兵を大きな地にしては優位に立った。 白38では40の上にこすむ手の方が良かった。さらに、下辺の戦いで、黒の模様を荒らした白石を半分もぎ取って、黒は、小生となったが、黒147がポカで、取られていたはずの白石が復活する形になったが、白156のミスで取られとなり、勝敗が決し、藤沢が戦勝した。挑戦者決定戦。 第2局1から51手関西棋院の橋本、昌二は、第1期の橋本宇太郎以来の関西棋院騎士の7番勝負出場を目指して、球団戦3位から全弾走破戦で優勝。続いて、最高騎士決定戦でも、坂田坂を石井国を破って挑戦者、決定3番勝負に進出した。第1局は、林美穂が、1000番6目半勝ち。 第2局では、左下黒15まで蓄えた勢力をバックに、黒17の大社にかけ、白は22の上、次から中央重視の形を選ぶ。その後白32の跳ね出しから左辺を構え、黒は42から49、51と白、数子を捕獲する別れとなった。左下の黒石も中央に頭を出すことに成功し、上辺に侵入してきた白を攻め上げながら、 左上、右辺の黒字をまとめて、219手まで黒中押し勝ち。し、一勝一敗のタイに持ち込んだ。第三局は序盤に、模様の接点を譲った白番橋本が犠牲となり、その後も黒が優位を広げて、千番林が中押し勝ち。橋本の挑戦はならなかった。ありがとうございます。